まあ、ここだったらだったら、ね、今年の4月撮った話とか、はいはいはい、で古いものから古いものがどれくらい古いものとね、すごく古いんだけど、これともう本当に15年ほど前、17年ぐらいほど前になるのかな、はいはいはい、うん、そう結局これだと紅葉真っ盛りの時に、無料がついてる状況で、まあ、紅葉がいつでも見えるかな、その当時は8年見えるかなと思って、はい、行ったんだけど、はい、結局その時は最初にもう二度と見られない何とか言っても出会っていった、いや、偶然、偶然これは偶然紅葉を取りに行って、はいはいはい、まあ、あのパッと見つけていいなっていう感じで、まあ、フォトコンテストも、うん、昔は梨の方とかの、映っちゃいますもんね、誰がやってもダメですよ、きっと。毎日行かなかったら、数日かなと増えたっていうのがどうぞ、新しいものが増えてきるようになるんですよ。
けるから。あ、いいですよ、いいですか、いいですかね、いいですか、ね、はい、まあ、雷となっている方向がどこに落ちるかというのは分かっていたんですから、こちらの方にカメラを置いて、撮って、あとはよく撮れて、そういう写真です。例えば、皆さんよくやれるのは、もうちょっと甘いと思うんです。そうそう、バシャーンといって30秒経つと、また閉じて、またスーパーで開いて、というタイプ。だけど、これ撮った時は、レリースで、持ってて、で、10秒ぐらい、バーッと落ちて、で、もう一発以上落ちたから、あまり開けてると、もう明るくなっちゃうんで、で、やる。で、落ちなければ、大体30秒ぐらいまで待って、また、押し直すと、そういう連続作業。なるほど、なるほど。で、やっぱりこの時は、もし、目で見た感じ、自分が見た感じに近い色合いとか、はいはいはい、そうですね。なるほど、なるほど。だから、その、見た感じとそれができるもんで、逆に、フィルムが使えなくて、フィルムが難しくなってきました。じゃあ、ちょっと、バーッと撮っていきますので、はい、ちょっと、30分ぐらいの感じで、はい。
よし。
んで、まあ